ジャック・バラティエは、フランスの映画監督、脚本家。短編映画を多数手掛けた。1918年3月8日、フランスエロー県のモンペリエに生まれる。ロジェ・レーナルトとは同郷。1949年、短編ドキュメンタリー映画、レイソードラを撮る。アナベラ、アレクサンドル・アストリュック、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、ジャン・コクトー、ジャン・ジュネ、ジュリエット・グレコ、レーモン・クノー、ジャンポール・サルトル、ボリス・ビアン、オーソン・ウェルズら多くの俳優、音楽家、文学者、哲学者等の文化人が多数登場する。1958年5月、フランス・チュニジア合作の長編映画、ゴハを第11回カンヌ国際映画祭に出品、審査員賞受賞。主演オマー・シャリフ。1963年、ドレアジアイズ英雄プーアブラを撮る。派手なキャスティングで、脇にゴダールとの結婚直後のアンナ・カリーナや、シモーヌ・シニョレ、マリナ・ブラディ、監督のロジェ・バディムも出演している。1967年、ドキュメンタリー映画、思い出のサンジェルマン公開。サンジェルマン・デ・プレに集う芸術家たちの姿を捉える。レイソードラに登場した人物たちのほか、アントナン・アルトもアーカイブフッテージで登場。1968年、38分の中編映画、プアジアを発表。精神分析家、ジャック・ラカンが称賛したことで知られる。1969年、アンドレース・ラバルトとジャニーヌ・バザンプロデュースによる、テレビドキュメンタリーシリーズ、我らの時代のシネアストたちシニースッツでノートルトンのルネクレールを演出する。出演者は、ルネクレール本人、ミシェル・シモン、モーリス・シュバリエら。2003年、前作以来20年ぶりの新作、リアン・ボアラ・エル・オルドルを発表。2007年、第60回カンヌ国際映画祭で上映された、ジェーン・バーキンの監督作、ボックシズに出演。他の出演は、ジェラルディン・チャップリン、ミシェル・ピコリ、バーキン自身、ルード・ワイヨン、ジョン・ハート、ジェッキー・カヨラ、エリック・ロメールの近年の撮影監督、ディアーヌ・バラティエは、ジ・娘。映画、コーラスの監督、クリストフ・バラティエは甥い。ジャック・バラティエ死去時事通信社2009年12月1日、閲覧。ありがとうございます。